皆様こんにちは、ナイルメガチャンネルです。本日はこちらのザ・ビートル定番修理の、はい、ウォーターポンプですね、はい、こちらの交換作業をお見せしたいと思います。それではどうぞ。それでは早速エンジンをかけて今の状態を確認していきたいと思います。はい、エンジンをかけます。ガラガラ言ってるのが聞こえますでしょうか。ちょっとエンジンルーム側から聞いてみましょうか。今指差しているところがウォーターポンプで、そこからガラガラ音が出ています。じゃあ早速リストアップして交換します。それでは早速このウォーターポンプを外していくんですけど、まあ、ベルトを、テンショナーを緩めて外して、ネジが3本なのでそちらを順番に外していきます。はい、とりあえずベルトを外れたので1回リフトを下げて、でここから、ウォーターポンプを外すんですけど、この横に見えるこのブラケット、これが邪魔なのでまずこいつを外します。はい、これでバーンブラケットが外れたんですけど、このブラケットは製造途中で、まあ、おそらくエンジンを乗っける時に必要なものであって、走行とかに必要なものではないので、マニュアルにも書いてあるんですけど、もうこれは元に戻さなくていいよって書いてあるので、もうこれは捨てちゃいます。じゃあとりあえずここの上のトルクスを1個外して、あとはリフトを上げて下側から外していきます。したら下のボルトがここと、あとここにあるので外していきます。でラスト1個外すんですけど、おそらくクーラントが出てくると思うのでちょっと気をつけながらやりたいと思います。で最後のネジが外れたんですけど、ガスケットでくっついちゃってて勢いが出てこないので、ちょっとカメラ下げて動かしたいと思います。はい、こんな感じでポンプが外れました。回してみるとガラ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 聞こえますかね。しましたら、まあ、クーラントができるのを待って、この合わせ面をきれいに清掃して、で乾いたら新しいウォーターポンプをつけていきます。はい、クーラントを出している間に
こちら古いウォーターポンプで、こちら新しいウォーターポンプに風鈴を付け替えました。これで空欄通りができたら、こちらのウォーターポンプを組み付けていきます。はい、そしたら組み付けていきます。はい、これでウォーターポンプがついたので、あとは空欄筒の、きれいに拭いて元に戻していきます。クーラントが拭き取れましたら、ベルトをつけて元に戻していきます。はい、これで一通りウォーターポンプの取り付けが完了しました。こちらですね。あとは空欄筒を補充して終わりなんですけど、今回は専用の純正の工具を使って空欄筒を入れていく様子も見せたいと思います。じゃあこちらを使って空欄筒を入れていきたいと思います。はい、こんな感じで腑圧を作ってあげて、配管の中のエアを抜いて、はい、これこう見てもらうと分かるんですけど、こんな感じで空気を抜き取って、まあ、真空じゃないですけど状態にまで持っていって、そこから一気に空欄筒を入れていきます。はい、こうすることによってエア紙を塞ぐことができるんですね。はい、ウォーターポンプの取り付け完了しましたので、今からエンジンをかけて作動確認をしていきたいと思います。はい、静かですね。ちょっと外側からも確認してみましょう。良さそうですね。はい、以
上でウォーターポンプの交換作業になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。